はい、都城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。今回はですね、飽和脂肪酸の危険性とその理由についてお伝えしたいと思います。で、飽和脂肪酸というのは油の一種なんですが、数々の研究でその危険性が証明されているにもかかわらず取りすぎている方が非常に多い油なんですね。そのために多くの方が健康を失ってしまっています。それだけでなくてですね、最悪の場合には心臓病とか脳卒中などのリスクが高まってしまって病気になってしまう場合もありますので、本当に気をつけたい油なんですね。この動画をご覧いただくことで飽和脂肪酸の持つ非常に恐ろしい危険性が分かって、取ることを控えることで将来の病気を家族全員が防ぐことができますので、ぜひチェックしてください。この健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに必要な食事や生活習慣の情報を聞き流しても理解しやすい内容で毎日お伝えしています。毎日ご覧いただくだけで自然とですね、健康と美容とダイエットを叶えることができますので、ぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。ということで、飽和脂肪酸の危険性についてお伝えしたいと思います。で、飽和脂肪酸というのは脂質、油の一種になります。で、油と聞くとね、全く取らない方がダイエットにもいいし健康的にもいいと感じてしまう方が多いかと思うんですけども、脂質はですね、三大栄養素の一つであって、糖質、脂質、タンパク質のうちの脂質、三大栄養素の一つであって、私たちの細胞を作るために、体を作るために必ず必要な、生きるために必須の栄養素なんです。ただですね、今回ご紹介する飽和脂肪酸ですけども、これもですね、人が生きるために必要な油ではあるんですが、どうしても取りすぎてしまう傾向、特徴があるんですね。そのために油のバランスが崩れてしまって、さまざまな健康被害を起こして、ついには病気になってしまうんです。で、脂質の構成要素である脂肪酸、この脂肪酸には4種類あるんですね。で、まず飽和脂肪酸、今回の飽和脂肪酸ですね、今回の油です。これはですね、常温で固体の油になります。常温ですのは普通の気温でですね、固体になっている油です。で、油というのはですね、常温で固体のものと常温で液体のものがあるんですね。で、この飽和脂肪酸は常温で普通の温度で固体の油になります。で、例えばですね、肉とか牛乳、あるいは乳製品、チーズとかバターなどの乳製品や、あるいは卵黄、チョコレート、ココナッツやパーム油などに多く含まれています。そして一価不飽和脂肪酸、これはオメガ9脂肪酸とも呼ばれるんですけども、とりあえず一価を除いておいて、不飽和脂肪酸というのは常温で液体の油です。さっきはね、飽和脂肪酸は常温で固体だったんですけども、不飽和脂肪酸は常温で液体の油なんですね。で、この一価不飽和脂肪酸はオリーブオイルに多く含まれる油になります。そして多価不飽和脂肪酸、これはオメガ3系とオメガ6系の油に分類される油で、一価不飽和脂肪酸と同じく常温で液体の油です。つまりその不飽和脂肪酸というのは常温で液体なんですね。で、オメガ3は青魚とかアマニ油、あるいはオメガ6は大豆油やコーン油、サラダ油などに多く含まれています。そして最後にトランス脂肪酸、これはですね、自然界にはほとんど存在しない油なんですけども、植物油を高温にした場合に発生したりとか、まあ、揚げ物系とかそういったものに多く含まれていたりとか、あるいはですね、植物油に水素を添加して強制的に固体にした油、マーガリンとかショートニングみたいな、こういったその加工油脂などに多く含まれています。で、これがですね、4つの、種類の脂肪酸なんですけども、これらの4種類の油のうち、トランス脂肪酸以外の油、脂肪酸はですね、人間が健康に生きるために必須の油になっています。トランス脂肪酸はですね、もともと自然界にほとんどないもので、もうデメリットしかないんですけども、他の油は必ずいるものなんですね。ですから飽和脂肪酸と一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸は人間に必須の油になります。ですが、だからといってですね、取りすぎてしまうと非常に危険性があるんです。何でもそうなんですけどね、もう体にいいと言われているものでも取りすぎてしまうと必ずデメリットが出てくるものなんです。もう全てはね、バランスなんですよね。もうこれはね、その自然の摂理を全て突き詰めていくとそうなんですけども、全てバランスでできているんですよ。ただね、じゃあ取りすぎなければいいじゃん、簡単でしょっていうふうに思うかもしれませんが、そうは簡単にいかないんですよ。それがなぜかというと、私もあなたも現代人はですね、飽和脂肪酸が大好きだからなんです。いやいや、そんな難しい油好きじゃないですけど、みたいに思うかもしれませんが、例えばですね、飽和脂肪酸が多い食材というのは、先ほどもお話ししましたが、例えばお肉がありますよね。大好きじゃないですか。牛肉のステーキ、
豚肉のとんかつ、鶏肉の唐揚げ、大好きな人が多いですよね。他にもですね、乳製品はどうですか？これも大好きな人が多いんです。例えばですね、健康のためにね、毎朝一瓶ずつその宅配の牛乳を頼んで飲んでる方も結構いらっしゃいますし、まあ、便秘だからといってね、ヨーグルトを毎日食べる方もいらっしゃいますし、またね、もうチーズが好きな方多いですよね。ピザとかチーズフォンデュとかグラタンとかチーズケーキ、さあどうですか？あなたの好きなものが入っていましたよね。これが好きなものに入っていない人はかなり健康的に気を使った人じゃないと、まあまずありえないですよね。どれかしら好きなものは入っていると思います。で、他にもですね、卵黄にも多く含まれていますが、つまり卵ですよね。で、卵もよく食べる方が多いです。で、卵焼きにしたりとか目玉焼きにしたりとか、あるいはスイーツにしたりとかね、結構卵を使うお料理も多いですから、やっぱり卵を食べる機会ありますよね。そしてチョコレート、さあ来ました、チョコレート。私がね、何か甘いものを取ることがありますかって、そのよく質問するんですけども、この質問した時に最も多くの方が取っている甘いもの、お菓子というのがチョコレートなんですが、これもね、日常的に食べている方が多いですよね。毎日ちょっとずつだけね、少しずつだけ食べてるんですみたいに言う方も、まあめちゃくちゃいますし、例えばね、職場でね、お菓子が回ってきてどうしても食べてしまうんですよっていう方も多いですし、もうチョコレート好きな方めちゃくちゃ多いんですよね。ですからまとめると、お肉でしょ、乳製品でしょ、そして、卵、チョコレートですよね。ここまで言えば、あなたが大好きなものは必ず入ってるはずなんです。どうですか？あなたも飽和脂肪酸好きじゃないですか？まあ大好きですよね。もう相当気をつけてないと、もうこの飽和脂肪酸はもう大好きな方ばっかりなんですよ。それに対してですね、不飽和脂肪酸は飽和脂肪酸とバランスをとっている油なんです。で、先ほどお伝えしましたが、不飽和脂肪酸には一価と多価の2種類があります。で、まず一価不飽和脂肪酸、これはオリーブオイルに多く含まれているんですが、どうでしょうか？お肉を食べて、牛乳や乳製品をとって、卵やチョコレートなど美味しいものを食べて、それらにね、含まれている油と同じくらいオリーブオイルととっていますか？とってないですよね。全く足りていないんですよ。そして多価不飽和脂肪酸、これにはですね、オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸があるんですが、これはね、またこの2つの油でオメガ3とオメガ6でバランスを取り合っていて、オメガ3脂肪酸を多く含む青魚や甘煮を取れている方が少なくてですね、揚げ物やファーストフード、コンビニ食品やカップ麺などに多く含まれているオメガ6脂肪酸ばかりを大量に取っている方が多いんですね。そのため、この多価不飽和脂肪酸だけでも油のバランスが崩れている方も非常にたくさんいらっしゃいます。ですから、飽和脂肪酸はね、大量に摂っているのに、バランスを取るために必要な油、例えばですね、オリーブオイルとか青魚とか甘煮などを摂れている方が非常に少ないんですよ。で、この3つの油、飽和脂肪酸と一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸というのは、健康的な割合、理想的な割合というのが決まっていてですね、飽和脂肪酸、まあ、これはですね、肉とか乳製品とか卵などね、含まれている油なんですけども、これが3という割合でですね、で、一価不飽和脂肪酸、これはオリーブオイルですよね、これが4、そして多価不飽和脂肪酸、甘煮やサラダ油などの油がですね、これが3というバランスが理想的なんですよね。ですから3、4、3のバランス、不飽和脂肪酸と一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸が3、4、3の割合が理想的なんです。で、このようにですね、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸のバランスがあるんですが、このバランスがですね、崩れている方は、人はですね、健康な体を維持できないため、さまざまなリスクが現れてしまいます。で、どのようなリスクがあるかなんですけども、飽和脂肪酸についてのリスクについての研究が、まあ、いくつかありますので、ご紹介したいんですけども、一つご紹介するのはですね、アメリカの医学誌、JAMA インターナルメディシンに発表されたもので、アメリカのハーバード大学、公衆衛生大学院のバン・ドン博士という方がですね、バターとかラード、赤身肉などに多く含まれる飽和脂肪酸が死亡リスクを上昇させてしまうことを確認したんですね。で、これは医療従事者を対象として12万人、最長32年間にわたる食事、生活スタイル、健康についての調査結果をまとめた研究で、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、トランス脂肪酸などの摂取量と死亡率との関連性について調べています。だから12万人の、ね、調査結果ですので、めちゃくちゃたくさん、ね、対象としてるんですよね。しかも最長32年間ですから、もう結構ね、一生かけたようなその調査結果になるんですよ。で、その結果なんですけども、で、まずですね、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を多く摂取している人ほど、同じ量のカロリーを炭水化物から摂取している人に比べて死亡率が高くなっています。まあ、これはですね、その飽和脂肪酸でね、カロリー摂取するじゃないですか。例えばね、牛肉食べましたとか、卵を食べましたかとか、チョコレート食べましたということに比べてで
ですね、その同じ量のカロリーを、例えば炭水化物、炭水化物といえばですね、そのご飯とかね、パンとか、そうめんとか麺類ですよね、こういったものが炭水化物ですね、こういったもので摂った方がリスクが少ないという結果になったんですよ。だからそれだけその飽和脂肪酸の含まれている食品っていうのは、ね、危険性が高いということなんですね。でまたですね、バターとかラードとか赤身肉などに多く含まれる飽和脂肪酸をオリーブオイルや菜種油などの植物性の油、不飽和脂肪酸に置き換えることが健康的に大きくプラスになる効果をもたらしていることも分かったんですね。だからお肉とか、牛乳乳製品や卵やチョコレートなどを控えて、その代わりにですね、別の不飽和脂肪酸の油、オリーブオイルとか、青魚とか、亜麻乳とかね、そして菜種油みたいな油に置き換えてもらうと、それだけ健康効果がすごいということが分かったんですよ。でこの研究で、ね、最も危険な油というのはマーガリンとかショートニングに多く含まれているトランス脂肪酸であったということです。実は、ね、飽和脂肪酸ではないんですよ。それよりさらにトランス脂肪酸は危険性が高かったんですよね。でトランス脂肪酸はですね、摂取するほど危険性が高くなり、トランス脂肪酸の摂取量が 2% 増加するほどに死亡リスクが 16% 上昇することが分かったんですね。で 2% ね、摂取量が増えて死亡リスクが 16% 上昇するってめちゃくちゃ増えてるんですよ。だからね、このトランス脂肪酸はもう本当に控えた方がいい油なんですよね。まあ、人間が必要ない油ですからね。そして飽和脂肪酸ですね、飽和脂肪酸でも摂取量が 5% 増加することに死亡リスクが 8% 上昇するという関連性が分かっています。飽和脂肪酸はね、人間にとって必要な油ではあるんですが、それでも 5% 増加すると死亡リスクが 8% も上昇してしまったんですね。でまたですね、この研究では飽和脂肪酸の健康効果についても分かっていて、同じ量のカロリーを炭水化物から摂取することに比べて不飽和脂肪酸から摂取した場合、死亡リスクが11-19% 低下させることも分かったんです。でこの不飽和脂肪酸はですね、一価不飽和脂肪酸も他価不飽和脂肪酸も両方含んでいる結果ですね。まあ、ですからさっきですね、飽和脂肪酸よりも炭水化物で、ね、同じ量のカロリーを摂った方が健康的だというか結果が分かったんですけども、その炭水化物で摂るよりもさらに不飽和脂肪酸で摂った方が死亡リスクがめちゃくちゃ下がるということで分かったんですよ。でこの研究のまとめとしてはですね、飽和脂肪酸を、不飽和脂肪酸、特に他価不飽和脂肪酸に切り替えた人は死亡リスクが明らかに低かった上、循環器疾患やがん、神経変性疾患や呼吸器疾患などによる死亡リスクも低かったと締めくくられています。ですから飽和脂肪酸を減らしてですね、他の脂質を摂ることが健康的に大きくプラスであることが分かった。つまり肉とか乳製品、卵、チョコレートなどの飽和脂肪酸をですね、できるだけ摂取量を減らした方がいいんですね。ですのでぜひ今日からですね、飽和脂肪酸の食品はたまに食べるような嗜好品にするような取り方にしていただいてですね、摂取量を控えて、代わりにですね、オリーブオイルや青魚、あるいは甘味を日常的に摂るような食生活に変えていただきたいと思います。健康というのはね、みんな失って初めてその重要性に気づくことができる大切な宝ですので、あなたは失わないように頑張りましょう。でこのチャンネルではですね、あなたの健康と体のお悩みを解決できる情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまずはチャンネル登録と、そしてついでに高評価をお願いします。でもし私の接する生態や私がサポートするファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページを2個載せておきますので、そちらからホームページをご覧ください。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。であとね、そのどんな動画が欲しいかというリクエストもいただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。